入ったばっかの方にはまずは1から10までをまず覚えていただく、例えばホールの業務であったり調理の業務であったり、まあ、いろいろなことを一通りちょっと全体的に覚えていただくのがまずは大事かなと。僕も初めて出勤する人の気持ちって分かるので緊張してると思うので、面白おかしく教えたりとか、ニックネームつけて呼び合ったりだとか、一番楽しくできるようにっていうのを考えていますので、まあ結果を残したものからどんどんチャンスの場を与えてくれるというところがあるので、決められたことを、まあ言われたことをまあ素直にそのままやるといったところで結果を出してこれたので、今の役職があるんじゃないかと思います。一緒に働きましょう。待ってます。